祖山郷に泊まってきた時のお話をします熊本阿蘇の内の巻温泉にある温泉宿ですここは与佐野鉄館秋子夫妻ゆかりの宿という老舗の旅館です熊本のインターチェンジから阿蘇に向けて車を走らせること約1時間僕が阿蘇と聞いて真っ先に思い浮かぶ情景は 牛たちが丘でのどかに草をはむ姿。その場所はというと草千里ヶ浜というところです。通称草千里です。草千里に向けて車を走るする途中で早速赤牛とご対面。道路のすぐそばまで来ていて驚きました。草千里に向けてさらに登っていきます。あそこにも牛がスーと見えますね。草千里に到着です。 観光の写真とか見ると大きな池に水が溜まり、青々とした草を牛たちがはみ、みたいな写真が出てきますが、どうも今はその季節ではないようです。この草千里は外輪山の一部にありまして、つまり昔の噴火口をぐるっと取り囲む縁のところに今立っているわけです。 遠く向こうに見える山はその外輪山のドーナツの反対側ということです今立っている場所がどういうロケーションかつかめましたでしょうか朝の赤牛、えー、黒毛和牛もいますねあ、牛もアキレス腱伸ばすんですね もうん <laughs> 近いなごめん何も持っとらんよ。 この後どんな合図があったのか全然気づかなかったのですが、牛たちがゆっくり、でも一斉に移動を開始しました。どこかで餌やりが始まったようです。続いて大観望へ。車で2、30分の距離です。山がなんか黒いであります。地元の人の話ではちょうど数日前に野焼きが終わったところと言ってました。この野焼きですが、何のためにせっかくの草を焼いてしまうのかわかりますでしょうか。 似ているものとしては焼き畑農業というものがあるので草木梅を肥料にしているんやろうと思うかもしれませんがもちろんそういう意味もあるのかもしれませんが主な目的は木が成長して雑木林になってしまうのを防ぐためなんですってなんでそれがまずいかって言いますとそうです木が生い茂ったら草は生えにくくなるし木々の間を散布している牛って想像つきませんよねつまりこの野焼きが草原を守っていると言えるのです 野焼きについては日本書紀にも記載があるらしいですから、まざと千三百年以上前から行われていたってことになります。今見えてるあたりが内の巻温泉です。この図で見るともっとわかりやすいですよ。何を言いたいかと言いますと、何万年か前にこの火山がドッカーンと噴火して、そこには窪地ができますよね。そこに土とかが流れ込んできて土地ができた。 そこにうちの牧温泉がありまた約5万人の人が暮らしているんですってなんかすごいダイナミックな話ですうちの牧温泉は昔の噴火口の上に湧く温泉なんですねもうそれだけで温泉の素晴らしさが想像できます箱根の外輪山というのもなるほど同じ仕組みですね今回それがよくわかりましたアソミルクというおしゃれな店があったので寄ってみましたジェラートなんですがトルコアイスみたいにねっとりとした食感 コクがありながら飲み込んだ後は爽やかな風味が残りますこういう店が一軒あるだけでこのエリアの印象はがらり変わりますそして本日の宿に到着です風格のある玄関ですねよさの鉄管秋子ゆかりの宿とあります 玄関の様子からすると例えば飛騨古川にある八ツ山間のような歴史ある和の宿なのかなという印象を受けましたが中に入ってみると天井が高くてラグジュアリーホテルのテイストも少し感じますでも割と木をふんだんに使っているのでそれが旅館っぽい和やかな居心地を作っている気がしますスタッフたちは黒いスラックスにベストというスタイル庭を見に行こうとしたら クマモにガンミされてましたチェックインカウンターは面白いことにドーナツ型になっていますこれ外輪山をイメージしてるんですかねチェックインが重なった時に三方向に対応できるので便利かもしれません では早速温泉に向かいましょうこちらは大浴場の男湯です緑がかった濁りは自家源泉でしかも自然輸出とのこと この宿の湯の使いい方にには、自然に湧いた温泉を可能なな限り自然な状態で浴槽に投入するといいう強い意志が感じられます。言い換えますとこの温泉はボーリングして地表に汲み上げたものではなく自然に湧き出てくる温泉でそれに水を足すこともしなければ加温することもしないお湯を循環させることもなくそのまま溢れさせているということまさに天然温泉です。 特別に女湯も見せていただくことができましたかけ流しのお湯が惜しげもなく流れていますね一人用のお風呂もあって火山の噴火口跡にある温泉ですが意外なことに硫黄の匂いはほとんどしません舐めてみるとほんのり鉄分のような味この色と味からふとイチョウの湯と呼ばれる白山の中群温泉のお湯が思い浮かびました よさの夫婦ゆかりのお部屋である杉の間を見せていただきつつ会長の永田様から興味深いお話をお伺いしましたこの回廊の床板はつなぎ目のない長い長い何メートルもある床板でできていますこのお部屋のすごいところは樹齢千年の一本の杉の木から作られているということですお城だったか神社だったかちょっと忘れてしまいましたがそこから一本の杉の大木を譲り受けそれを柱に 床板にして建てられたという驚くべき建物釘なども使われていないそうなので宮大工の仕事ですねガラスは当時のままというから驚きです波打ってますよさの鉄管、秋子夫妻がお泊まりになられたのは昭和7年実はその当時はまだ旅館をしていなくて指定であったそうです指定でこれだけの建物っちゅうものすごいですがさらに館内探検続けますよバーラウンジにはたくさんの焼酎が畳敷きっていうのもいいですね スリッパの湯でくつろげそうです。ここは後で寄ってみることにしましょう。貸切風呂を除いてみましょう。 2箇所ありまして基本的にはどちらも予約制のお風呂です実は今回貸切の方は時間がなくて入っていませんまずは熊本の酒蔵で実際に使用されていた酒樽を使用した本格的な樽湯脱衣所も余裕の広さで好印象予約制ですが24時以降翌朝までは予約なしで入浴できます もう一箇所、貸し切り風呂がありますよ。こちらも UX 製で、反露天風呂になっています。もちろん、厳選にこだわっているようですよ。 ここが今日の僕のお部屋です。この奥にはシャワーブースがあるんですよ。畳敷きにツインベッドの和モダンなお部屋。日が暮れてしまったので、ブラインドが降りていますが、景色もなかなかですよ。それは浴場の様子でお伝えします。気になったことを一つ挙げるといえば、ちょっと、ちょっとだけですね。隣のお部屋の音が聞こえたかなっていう気が。まあ。 よほどあの騒がしい人がいない限りは全然問題にならないような感じだと思います、えー、では食事に向かいますエレベーターもあるんですが階段のデザインがかっこいいので降りる時は階段です僕のなりわいは旅館のホームページの作成なのですが今回はそれにまつわる勉強会で訪れていますですので料理は通常の宿泊のものではなくスイートルームに宿泊される方の料理になっていますご注意してご覧になってください イクリッシュという食前酒で料理がスタートです「イクリ」って耳慣れないのですがすもものことを言うようです先付けはアソク倉農園のサラダ木の切り株みたいなお皿が面白いですねサラダはもちろんなんですがオリジナルのドレッシングが秀逸です「これ売り出してほしい」っていう声がよく聞かれるようです前菜は季節のもの土地のものがちょっとずつ工夫ある森ですタイの昆布締めイのめクラ乗せ 餅アワビ肝ソースフキノトウの天ぷらそして熊本といえばからしレンコン。お造りの方はですねヤマメのお造り馬刺しの炙りこの馬刺しがですよめちゃめちゃ美味しかったですあとヤマメをお造りでっていうのも珍しいですねそしてブランドマスの奥アソマスタケのコの頬葉焼きですね 運ばれてくると、頬バの香りがプーンと漂って、なんともいい香りです。そして春を感じる、タケノコの活力ある味。美味しかったです。でですね、まさに絶品とはこのことなんだというのが、この、この赤牛のヒレステーキです。これは本当にうまかったです。肉質は柔らかくて、脂っぽさが全くなく、でも、全然パサついてないんです。脂っぽくないのに、肉汁は豊かなんです。 ゆっくり噛んで赤身の旨味を堪能しました不思議ですこのボリュームの肉がスッと胃袋に収まっていきますだいぶ満足してきたところにた茶漬けごまだれをかけて、えー、お茶漬けにしていただきます多分ごまだれだったなそして締めくくりは無口になるプリンというネーミングのプリンですカニのポジションでも狙ってるんですかねカラメルソースをかけてこれは美味しかったですめちゃめちゃ美味しかったです 相当満足度の高い料理でした今回は特別にスイートルームに泊まる方用の料理だったわけですが通常の料理はどんなのか気になりますねまあ宿泊料金でいきますとスイートだと2人で10万くらいで今回のお部屋は2人で4万5千円程度なのでまあそれを考えるとおそらく料理も全然違うものと考えた方が無難です。寝る前にににラウンンジに立ち寄りままししたたバーテンダーテダさんんを選んでもらいました フルーティーで飲みやすい焼酎を出してくれました。おやすみなさい。おはようございます。前の日は日が暮れてしまってて撮れなかった親からの景色です。 は数万年前の噴火口で外輪座にぐるっと囲まれていますすごいロケーションですで、朝風呂へ行くと奇跡のような光景がそこにありました全くもって光合しい一体何のご褒美だよ すっかりいい気分になって食事処へ向かいました同系色でまとめられたなかなかスタイリッシュな食事処です昨日は勉強会ということで別のところでいただいたのですがもしかしたら通常は夕食もここでいただくのかもしれません入り口付近ではせいが湯気を上げています何を作っているんでしょうか豆腐ですねそして下の段には 豚の煮が温められています。スタッフさんご協力ありがとうございます。そしてフリードリンクがありまして、あそ、あそ農園の人参ジュース、果汁100%のリンゴジュース、オレンジジュース、反対側にはコーヒーと。お、あそミルクありますよ。昨日ジェラート食べたお店です。この牛乳、世界三大大会で三つ星をとっているそうです。 イケメンスタッフが蓋を取って簡単に説明してくれますこちら豚の角煮オレンジ風味生産者は大和ファームさん生産者は国産大豆を原料に湧水で作る木村豆腐さんベーコンとバジルソーセージこのバジルソーセージうまかったなぁ生産者はひばり工房お米は阿蘇高原産の一目惚れです ここに来る前日は霧島のある宿のご主人とお話をしていたのですがその方が旅館関係者とお話をしている時にこう聞いたそうです今度熊本の方に泊まりに行こうと思うんですが勉強になるお宿ってどこかありますするとそれならぜひ蘇山郷っていう返事が返ってきたそうです業界でも注目されているお宿なんですね で、九段の霧島の宿のご主人はロードバイク乗りです素山郷は与謝の鉄管明子夫妻ゆかりの宿ですが最近では「弱虫ペダル」という人気の漫画の舞台にもなっているそうですということで僕も弱虫ペダルを Amazon プライムで見始めたのですがなかなか出てこないなと思ったらどうやら劇場版の話のようですこの宿はサイクリストたちの聖地にもなっているようですここにいると宿の地元愛 阿蘇愛が伝わってきます朝食もそうですそして地域を紹介する印刷物もそうですいいものがたくさんあるのは間違いなさそうですがそれだけではなく自分の宿にさえお客さんが来ればいいというのではなく阿蘇のいろんな魅力を楽しんでもらってそれが登山橋に泊まる体験をより豊かにしてくれるという気持ちなのでしょう朝食をいただきながら空想の中で阿蘇の山を上空から俯瞰して アソミルクはあのあたりだなソーセージはあのあたりで作ってるのかな温泉もたくさんあるんだろうな今日も牛は草をはんでるんだろうななどなど宝のような山を思い浮かべてました。